てね、寂しいんですよ。目撃者本当にもう私もまだ私が知ってる予定ももうさ、まあ今本当に卒業公演の日程しか知らないからどうなるかなって感じです。でも卒業公演でコールを聞けるのが嬉しいです。なんかコールを聞かずに卒業かなと思ってたんだけど、でもタイミングよく聞けるので嬉しいなって思います。なんか自分はさ、その公演が3月少ないこと知ってたから、もう初日に目撃者の初日から3月は少ないってこと知ってたから噛み締めながら毎回出てたけど、みんなはさそれを知らなかったわけじゃないですか。だからみんなも知ってればさ見るときもさ一回一回こう見よう見ようって思えるけど、知らないとさいつも通りにさ見るじゃないですか。それでさ3月少ないって知った時の気持ちあれですもんね。 DMM 毎日できる赤いのクリスチャンもね、そう言ってくれるの嬉しいです。そう、私は知ってたからさ心構えはできてたけど、でもなんかこう改めて発表されたらなんか寂しくなりますよね。本当コールのお勉強をしましょうでもなんか嬉しい、最後に聞けるのが本当に。でもなんかさどこにぶつけたらいいかわかんない寂しさしてるからさ、私も今なんか本当に現実な気がしてきた。そう、昨日は君をもっとできるセンターでやらせていただきました。そうだからあれでした、あのメールに DMM 絶対てか時間あったら見てねって書いたのはそういうことでした。噛み締めてたけど多分つもりでしか、そうなんかきっとあんまりね言えないからさあ、いよいよ最後って感じがしてるなっていう雰囲気です。みんなに会えなくなるのが寂しいですよ似合わせ上手で可愛い。ちょっとやっぱりさ何も言わずにさなんかえやったのになるよりちょっと見といてみたいな言いたかった。今日のカラオケ誘われてないですけど、なんか曲聴いてたらえなんかカラオケ行きたくないってママとなって行きました。昨日入れてマジでよかったねえ、嬉しい、ありがとう。でも卒業公演が終わってから26日まで時間あるからショールームはねできますし、配信はできるのでそこで最後までいっぱいみんなと話したいですし、そう公演ないの寂しいよね。なんかさやっぱアイドルってか歌って踊ることがしたくて入った身としては公演が最後少ないのはやっぱ寂しいんだけど、でも少ないと一回一回をいつも以上に大切にできるからね、難しいよね。そう卒業公演終わってからもみんなとこう配信で語り合えるのがまだ嬉しいんですよ。あれ良かったよとか聞きたいです良かった前提で話しちゃうけど、感想聞きたくてお話し会を最後にさせていただいたので、私は
時差ありますとか、こちら日本でございます。ベトナムにいるあきちゃんから LINE が来ました。卒業公演の感想戦ショールームできるのも最高。そうなの、今日はなんか好きな AKB さんの曲をひたすら歌うっていうカラオケを後半はしておりました。今ベトナムなのでこちら日本でございます。ただいま20時58分の日本でございます。最近映画館でアイカツ見た。寂しいよね。多分さ、ショールームじゃない、卒業公演のさ申し込みとか始まったら結構やばいなって実感しそう。もっと12日はさ、私東京でお話し会させていただくのでパジャドラはさ出演できないんだけど、皆さんにはね会えます。ヒリヒリの花いいよね。そう、大好きなの。そう、コール間に合って本当に良かった。いっぱいコール聞かせてくださいね。最後頼みました。卒業会まで入ったらぜひとも。こきちゃん、いいな、心にもないこといいな。この後出れるのどれくらいかな。片手で数えられますよ。最近さ本当に鼻がむずむずするんだよね。花粉症なのかな。心にもないこと情報収集のスピードオタク、なおまおの使命ありがたかったわ。今回もずっとずっとでやばいぜ絶対。てか本当に花粉がやばいぜ。花粉症じゃないと思ってたのにさ。まだ私は分かんないけど、そう、仮に毎日出たとしても誤解なのよ。ああ本当にかゆい、もうやだよ、イライラするぐらい顔がかゆい。お散歩したの。そう、あきちゃんと社服前にこの間お散歩して、で何してるって来て、何してるって来たから、え今テレビ見てたって返して、急いで準備して行きました。最近すぐ人に呼ばれたら行動するんですよ。呼ばれたらすぐ行っちゃう。結構フッカルで決まりました。何してる、じゃあ行きまーすって言った。でもその時ずっと家でやらなきゃいけない、あの領収書整理をしなきゃいけない日だったんだけど、プリンターがうまく使えなくて、えちょうどよくないって思って家出た。行ってきまーすって言って、ほいほいついてくタイプ。そうで、ひたすら大濠公園を散歩しました。私が鳥っていうか、なんかそう、鳥にビビってる
姿をずっと撮られてました。もう鳥が嫌すぎてって歩いてた。もう花粉症なんかな、嫌つくよ花粉なのか分かんないけど、毎日朝起きたら目パンパンなんだもん。日常感がいい。そう、なんか散歩しながら、たわいもない話をしながら歩きましたね。旅行行きたいって言いながらずっと歩いてた。カラスがこの世で一番無理。それな、マジで無理。なんか鳩はいけるのよ、まだまだ鳩は耐えれる。鳩の横歩けるし、全然鳩は見れるんだけど、カラスだけは横も下もどこも通れないの。もうあれは生理的に無理ってやつ。花粉症で喜ぶなよ絶対にその日じゃまだ数日よ。でもいつでもどこでも会える時は会いますよ絶対に横も下も通れない。本当に無理だよ。カラスがいる木とか電柱の下すら通れないし、でも必殺技があるんですけど、カラスがいる木の下を通るときに帽子をかぶってたら、めっちゃ深くかぶって視界を消して歩くんです。でカラスがいないとこになったら帽子をちょっとこうやって上げて視界を広くする。これで私は生活してます最近。そう、なんかトラウマとかでさ怖くなるよね。本当にさカラスが苦手なんだよね。集団でいたらさ怖いの、鳥が。本当にもう本当にこの鼻をポンって取って洗いたいの。本当にもうムズムズしすぎてイライラするの。気持ちわかるでしょ離れても心は一生一緒にいてね。当たり前よ。いつでも LINE して秒で返すっていう気持ちです。今日もすぐ返しちゃったし。でも結構さ寂しくてさ会えなくなるのがなんかふと思うんだよね。目かゆすぎて目くり抜いて洗いたい目はねかゆくないの、鼻なのよ。もう本当に嫌だ。今日はついにあれを買った。プシュってやってガードするやつ。かわいい、かわいくて寂しいわかる。でもなんかいっぱいあれしようこれしようを計画してるっていうか口に出してるのよ。なんて言えばいいの、その卒業後の話なんだけど、あそこ行きたいねとかここ行きたいねをよく話すんですよ。だからいっぱい実現したらいいなって思います。もう本当にかゆいの。声出し解禁なの、そう嬉しいよ。ああもう嫌だ花粉なの分かんない。もう何が何なのか分かんないんだけど、かゆすぎる。そう、イエルともね計画してますよ。てかなんか狼が始まったら多分ずっと毎週のように電話すると思うんですよね。未来が見えるのと、昨日公演終わってからユエルとリノと若野と4人でご飯行ったんですよ。もうなんか一生笑ってた。本当になんかお腹痛くなるぐらい笑ってた。
4人でご飯行ったの。昨日は4人でお揃いの髪型もしたし、ご飯まで行った。ずっと前から計画してたのよ。4人でご飯行きたいねとか遊びたいねって話してて、そしたらパジャドラが被ったし、17時開演じゃんってなって、え、行けるじゃんってなってね、行った。私も寂しいよね。嬉しい、好きでいてくれてるの。この間もありがとうね。メンバー見てるのって誰だろう。なんかでもめっちゃ語り合ってるのは言えるしかいないかも。そして若にはグサを食べる。相変わらずあの人はね、シャラネギとね、あの白菜しか食べてなかった。そして4人のギャルみかわいいマジでさ、うちら最強って感じだったよね。あの全員関東なんでっていう話をしたの。え、もしかして私たちって関東組じゃないって昨日改めて話した。え、最高って若菜がずっと言ってた。一人の時間増えるけど生きていけそう。いや不安だよね。こんなにさ定期的に、なんていうの、なんか近くにいた人とやっぱ離れるのってさ、東京ってかその神奈川から福岡来る時もそうだったけど、やっぱ寂しいんだよね。でもなんかあの多分若菜とはマジでなんか毎週のように会ってそうだなっていう雰囲気今。お互いふっかれだから誘ったら行くし来るしみたいな関係性。東京、神奈川、埼玉のトライアングル三角形。ベトナムのだよ、イエイ。何時今え、でも10時くらいか。2時間遅いんだよね、確かっていう話をずっとこの間あきちゃんと話してたんだよ。2時間か、不思議だ。ベトナム扱うのでこちら日本でございます。福岡グルメ食べ尽くさんと、そう食べ尽くそう。これも若菜と計画してる。行きたいカフェを回って帰ろうねって。あーちゃんまだ行きたいよみんなに会いたい。海外、ベトナムってあまりさ自分からさ行くさ機会がないとさ行けないじゃないですか。だから行きたかったなっていう。みんなで電話して、よし、あーのショールーム見よう。電話切った。かわいいな。カフェであーちゃんの声が鳴り響いとる。ヤッホー、いぶきが可愛かったのがね、声でか、なんかお土産を買う人リストみたいなのを作ってて、まあ親戚家族とか書いてたんだけど、そこに私の名前があったの。ビッグラブ、嬉しすぎる。ベトナムの人びっくり。インドの皆さんびっくりです。可愛くない、いぶきちゃん。いぶきちゃんずっとねベトナムワクワクしてて可愛かった。ほんと電話で聞いてもらった。人に話すのが一番だよ本当に。そう、いぶきがずっと楽しみにしてて可愛かった。フォー食べたかな。フォー
東大院のインドの皆さんびっくりですが出てくると思わなかったすぐ出ちゃった。でも向こう暑いんでしょ。すごい。フォーって何なんだろう。麺でしょ。それはね、わかるんだ。みんな半袖だった。やっぱ暑いもんね。ここに来て全部行きたい、住みたい。わかる、マジで毎日できることならしたいけどね。ちょっと待って、目かゆい、本当に本当にダメだ。もう悔しい。どうしたらいいの。なんか花粉症って思いたくないんだけど、本当に目がかゆくて鼻がかゆくて、これは花粉症だっていう、あの花粉症の典型的な表情じゃない、症状なんだけど、はあ、悔しい。本当に嫌だ。もうなんていうの、この何年間ずっと私は花粉症じゃないと思って過ごしてきてたんだけど、もうダメだ。あー嫌だ。負けないから、私まだ負けないから。謎の対抗心。もうやだよ。さすがにやだよ。みんなが花粉嫌だっていう時期が分かった。反省じゃないけど、もちろん時の言い訳に使って、ありありあり。花粉症終わりの始めすぎ、それな、もう絶望なんだけど今。目薬めっちゃ効くの。でもまだ鼻がやばいだけで、目はたまにしか。認めて薬飲んだ方がいいよね、絶対。わかる。いつもドラさんでお見送りいるから助かります。なんかドラさん推しの方多くて嬉しい。また後からツイッター書くんですけど、ドラさん好きだな、大好きだよって方は明日の16時開けといてほしいなっていう話ですよね。まあとりあえずみんな16時をね、待っていてくださいよ。マイスターアイですか。だから3人だとそれ言う感あるよね。なんかそう、16時に、ヒヒヒヒヒ。まあどうせあとちょっとでね、わかるので。3月はほぼ毎週土日に会える。そうなのよ。16時に仕事終わるので残業せずに帰ります。絶対よ、頑張って。
で行っときたいとこある。でも割と行ったよ結構行っときました。いっぱいいっぱい氷聞かせて。三日月の限定いちごになってたの？マジ？美味しそう。糸島は行ってないな。糸島結局一回くらいかな。なんか車ないとさ難しいじゃん。だからあまり行けなくて。スタバの桜は桜の飲めないから行けない。飲んでないの。ブーケは飲んだ。アールグレイのめっちゃ美味しかった。プライベートで糸島行った。今日調子乗ってさ、なんかいつもより短い丈の服を着たんです。なんかいつもロングスカートしか履かないんだけど、ちょっと膝下までの丈にしたんですね、服を。そしたらさ、寒くて無理だってなった。あっちゃおすすめカスタム永遠に飲んでる。あれマジで美味しくない？コールしてるとこ見られるのはずいかもしれん。でもね、大丈夫よ、マスクがあるから。まだそう、調子乗ってさ、ちょっといつもより、まあまだ暖かいしいけるかなと思った。もう暖かくなってきたからいけるかなと思ったら、なんか寒かった。悔しい。あ、買ってこなきゃいけなかった。メイク道具を買い忘れてきちゃった。期待カフェ結構ある。でももう福岡に一生来ないってわけじゃないから、来た時にいっぱい消化していきたらいいなって思ってる。まだまだ意外とまだ寒いの。本当に油断ならぬよね。出かける時天気予報見てるんだけど、なんか今日12度って書いてあって、え、12度ならいけるくないって思って出たら普通になんか風吹いてきて寒くて。12度って寒いかな、わかんない。この間めっちゃラッキーさ、大行列だった。福岡行きたいところ多いのに帰るとき予定詰めすぎて行けんのよね。わかる。旅行って大体さ、そうじゃない？なんか短いさ日程しか取ってなくて、でも行きたいとこ多すぎて結局詰め込んで行けないみたいなさ、あるの。そう、午前中あったかいのに午後めっちゃ寒くて、聞いてない聞いてないと思った。今日は24日か。旅行の時お腹いっぱいにならない体欲しいよね。わかる。お腹いっぱいにならないで太らない体型が欲しくなるなって思う。アマムダコタン行きましたが3時間並びました。この間テレビでもさやってたもんね、サクちゃんとかが言ってたし。それでもっとなんか余計に人が行きそう。福岡の喋り会もうすぐなの。そう、1ヶ月後。でもなんかなるべくいっぱいショールームとか配信はするからね、待っててください。そう、3月逆公演ないけど配信はいっぱいするからさ、待っていてください。言ってたクロッフルのお味噌美味しすぎて最高だったでしょ。めっちゃ美味しくない？一
こうって思っててずっと保存してたのインスタで、ここ行こうってメモしてて、東神町のインスタに出てくる明太子パスタも行ったことある。あそこでしょ、あのフライ、なんて言えばいいの、フライパンみたいな、東神町の、わかる、行こうとしてるとこ、めっちゃずっと保存してある。そう、モーテ参道にもアマムダコタンできたのよ。めっちゃ美味しかった。なんかワッフルメーカー欲しくなるの。でもワッフルメーカー買っても一時だなと思って、いつもいいやと思っちゃう。美味しかった？行かないと。福岡本当に美味しいものいいもんね。本当に福岡に来てからもつ鍋と明太子が好きになった。誰が一番最初に泣くと思う？自分の気がしてきた。明日はカフェでレポ書きたいな。作業やん、もう素晴らしい作業。あん、かわいいゴリラクマちゃん、ありがとう。可愛いとこあるからね、インスタ映えをしに行きたいんですよ。ビオで泣く子の一人だよ。割とすぐ泣いちゃうから私。レポは未来の自分への遺産だからね。わかる。でもさ、私さ、中1とか小6の頃のさ、レポ出てきた、本当に共感性周知だった。恥ずかしくてさ、でもちゃんとその時の記憶が蘇ってきたから、レポって大事だなって心の底から思ったけど、当時の自分何話してんのみたいなのになって、本当に恥ずかしくなった。思い出だなって思ったけどね、これも。でもレポは大事よ。終わってすぐにさ、あのレーンから出てさ、記憶があるうちに携帯開いてパパパパパパパってメモったよ、いつも。10年前のやりとりめっちゃ黒歴史。わかる、めっちゃわかる。なんであの時あれ話してんのとかさ、何を話してるのこれみたいな、これ別に話さなくてよくないみたいなさ、話してるの本当に恥ずかしくなった。もっと話すべきことあってやろってなる。ソローソローだって、それなマジで本当にわかる。でもね、残しておくとちゃんと覚えてるっていうか、当時を思い出せるからいいですよね。割と記憶力はある方だから、なんかあまりこうメモとかにしなくても、なんか内容覚えてたりするんだけど、でも握手会終わりとかってさ、ほぼさ一語一句というかさ、その時の言葉とか文章とかをはっきり覚えてるじゃん。だからちゃんと書きました。今でもあの時ああいう感じだったなは覚えてるけど、言葉とか話した内容はあまり覚えてなかったりするから。でもなんか私のあるあるだけど、握手とか行ったらそのメンバーが可愛すぎて、可愛いに気を取られて忘れちゃうの、話した内容。めっちゃあるあるだと思ってほしいし、みんながそうなってくれてたら私はちょっと嬉しい。私はいつも
行ってレーンから出てきて、待ってあの時何話したっけって10秒ぐらい前のこと思い出す。でもね、頭から出てこない。テンパるんだよね本当に。だって大好きな人を目の前にしたらさ、話すのすら無理じゃん私だけかもしれないけど、私は本当に話せないタイプの人だから。そう、もう、あ、顔が可愛い、顔が小さい、え、今日の服可愛いだけの記憶でレーンから出て、え、待って私は何を話したっけってなるんだよね。でもさ、話す前ってさ、めっちゃさ、頭の中でさ、まずこれを話して、その次にこれを話して、で最後こうやって言ってっていう脳内シミュレーションをするんだけど、まあ、うまくいかないことの方がほとんどで、うまくいったとしても会話はあまり覚えていないんだけど、なんか何回握手会行っても一生緊張してる。目の前でおしめ見れただけでゴール、わかるマジでわかる、夢ってなる。そう、本当になる。いつもなんかふわふわした気持ちで帰ってた。マジでうまくいかんの。どんなにシミュレーションしても想像を超えてくる強強おしめ、わかる声が出る、これはわかる。だ、なんかそういうさ、想定外の嬉しい、なんて言えばいいの、返答された時に対応できる対応力が私は欲しかった。あの時なんか当時の私は可愛い大好きっていう反応しかできなかった。何してもありがとうございます、可愛い大好きだったから想定外の返答来たら何も言えなかった。私の一人漫談握手見てほしい。え、見たい、おもろそう。私意外とファンの人のレポとか読むの好きなんですよ。なんでも高橋さんそれわかる。慣れないよねてか慣れてない、一生なんか新鮮な気持ち、毎回会うたびにふわーってなる。一生当時の私です。これがなんか並んでてさ、こう顔が見え始めたあたりからさ、心拍数やばいよね。本当に心拍数測ってください、お願いしますって思いながら例に並んでた。なんかどんどん血の気を引いていくような太陽のさ、手の冷たさになるんだよね。けどなんか自分がこうあの時されて嬉しかったなってことをできるようにね、心がけてはいたので、皆さんが握手で楽しんでもらえてたら嬉しいですよ。アップルウォッチが高心拍数を何度もお知らせしてくれるおもろい、わかるよ、測れるもんね。めっちゃ嬉しかったのが、なんか誰だっけな、北原理恵さんの握手会に行かせていただいた時に、こう、まあ、入って握手してって、で時間が来てバイバイってなるじゃないですか。なんかそのバイバイって時にこう出口まで見送ってくれて、それが一生嬉しかったのを今でも覚えてるんです。あの時こう握手の時代だったから、こうやって握手しながら最後のとこまで来てくれたの、それが本当に嬉しかったから、自分もちゃんとそういう人になろ、なろうってめっちゃ思った。もうその時は、その時から48グループ入りたいと思ってたから、それが本当に嬉しかったの。なんかギリギリまで話せた嬉しさがあって、もう本当にそれが嬉しかったのよ。
めちゃくちゃ優しかった。いっぱいなんか話しちゃうぐらい優しくて。そう、え、ここまでいいんですかってなって、でもそれが嬉しすぎた結果話した内容忘れるっていう事件が起きたんですけどね。私は、え、待って、何話したっけ、え、でも最後までお見送りしてくれて、え、めっちゃ嬉しいみたいな現状。それが本当に嬉しかったからね、一生今でも覚えてる。あの時の情景まで覚えてる。パシフィコ横浜だったなって。誰かにフォーティットグルーバー入りたいって話したことないですね。友達にはなかったかな。めちゃくちゃ優しかった。私服横浜だったなってめちゃくちゃ笑ってしまって、そこまで覚えてるんかい。で、私の行動範囲パシフィコか幕張だったからさ、やっぱ関東に住んでる、神奈川県に住んでたらやっぱ横浜は神奈川だし一番行くよね。かっこ黒歴史。でもそれも今となってはさ、あの時あだったなっていう懐かしい思い出。あー待って、鼻かゆい。かりちゃんがそこまで覚えてくれたいことも言いますね。そんなことない、わかんないよ。私でもさ、記憶力にはさ自信があるって結構何度も言ってるから、こういう昔の記憶も割と鮮明に覚えてるんだけど、なんかあきちゃんがメールに書いてくれたけど、なんかあの時ああだったよね、もう大体覚えてくれてるんですよ、あきちゃんって。でもなんかそこで、え、なんだっけそれって温度差でなるのがなんかちょっと寂しくなっちゃうじゃん。あ、覚えてないかみたいな、昔だもんねでいつも終わるけど、そこで、え、わかる、覚えてる、あの時さみたいな、あだったよねみたいな会話になったらめっちゃ嬉しいのよ。それがあきちゃんだなってめっちゃ思うの、話してて。なんか自分だけ覚えてたら寂しいなっていつも思うから、そうやってなんかそう思い出をさ、なんて言えばいいの、なんかまた数年経ってもあの時あだったよねを言えるのがめっちゃ嬉しい。自分もなんか、まあ、忘れちゃう時もあるけど、だいぶ覚えてるんだよね。そう、そう、自分だけ熱量すごくてさ、相手がさあんまり覚えてないとさ、あ寂しいなって、あでもこんなに覚えてたりするの私だけかみたいになるけど、それでそれがなんないと嬉しくなる、めっちゃ。でもなんか写真見たら割と思い出すんですよね。あーこの時ああいうシチュエーションで写真撮ったなまだ覚えてる。嬉しくなる、覚えてくれてたら。結構覚えてると思うよ。でもさ、忘れたいなって思うさ、恥ずかしかったこととかはさ忘れないんだよね。なのに大事なことを忘れてる時ってさあるじゃん、それ悔しいんだよね。あの時あんなことしちゃったな、恥ずかしかったなっていうやつを本当に忘れられない。え、そう、めっちゃ覚えてる。この時の写真ああいう風に撮ったなみたいな、ある、こういうシチュエーションでああ撮ったなみたいな、
懐かしいってなるな、いつも写真見てて。ドラさんで一緒に共有してる一番の思い出、思い出がありすぎてね。まあそういうのはまた明日話そう。でもね、昨日可愛かったのが、なんか若菜とリノとユエルとプリクラ撮ったんだけど、まあ若菜のインスタに多分載ってたっけ、若菜がインスタに載っけてたのかな、多分載っけてたんだけど、あのその時にそのプリクラってなんかさ、すごいなって思ったのが、最後に動画撮れるのね。でなんか動画撮れるから、なんか5秒間動いてねみたいな時で、え何するみたいな、いやなんかしようってなったわけ。そしたら、え十分幸せはって言って、みんなで十分幸せってプリクラの動画でやったの、めっちゃ可愛くない？しかも若菜がそれをやろうって言ってくれたことが可愛くて、可愛いなって思って嬉しくなったし、なんか前もなんか若菜とリノとあのお出かけ行った時にプリクラ撮った時も十分幸せしようって言ってて、可愛くない？なんかさ、こんなに嬉しいことあるって。なんか韓国っぽいやつだったプリクラ、アピーマイみたいなやつ、多分韓国っぽいやつで、なんかあのみんなはどういう関係性みたいな言われた時に、全部え部活かな、え学校じゃないって全部やった。みんななんか年があの一個ずつ違うから、高校1年生の時、私が高1の時に高2高3の仲間だからね。可愛くない？そんなに嬉しすぎるよって思って、え可愛いって言っちゃった。若菜のふと言い出すことが嬉しくて可愛くなる。可愛いの言い出すことマジでなんかいっぱいあったんだよね。なんか帰る時に、なんかえ一緒に帰らないのって言ってて可愛かった。私たちは別ルートで帰ろうとしてたんだけど、昨日えなんで一緒に帰らないのみたいな言ったから、一緒のルートで帰った昨日。さすがに可愛い。友達でいられるならやん。そうそう、若菜と解散した後に、その後はイエルとずっと一緒に帰ったんですけど、二人でその帰り道に一生喋ってたなって思う。しかもなんかちょっといつもよりも長めの帰り道で帰ったから、めっちゃ喋って帰った。でもその話してる内容が、思ったの、イエルと話してたのが、え私たちって4年前と話してること変わんなくない？だいたい同じ話してんの。なんかアベマ TV の話して終わるんだよね、いっつも。それで言うと、なんか狼の話してたり、あの時のあの段のあそこが良くてみたいな話を数年前もしてたねみたいな。今回も昨日もそうやって帰ったし、話してる内容本当に変わんなかった、4年経っても。あと、そうなんていうの、関東あるあるをお互いに話してた。なんかなんだっけな、なんか話してたんだけどね、忘れちゃった。とユエルとはずっと昔からアベマ TV の恋愛リアリティショーをよく見てる仲なので、一生その話をしてる。神くんずっと話してるイメージ。そうマジでずっと話してる。若菜は埼玉
出身ですね。でもよくなんか夜遅くに帰ってきて次の日朝早いよみたいな時にバイバイあと数時間後ねってやっていつも解散してる。本当にリアルにあと8時間後にもしかして私たちって会ってるみたいな時間に解散する時もあるんですよ。めっちゃ朝早い時とかそうなの。だからまああと数時間後ねって言いながら帰ってる。二人でアベマ見てたらさ昨日さ私たちがあの楽屋でずっと話してたんですよ。でなんか私たちが固まってたとこと反対側に6期生とかがいてなんかメイクさんになんか今日左側からしか声が聞こえてこないって言っててうちらしか喋ってなかったらしい。昨日ほぼみんな喋ってたけど大体若菜とか私たちの声でかき消されるぐらい喋ってたらしい。じゃあそろそろランキングを読もうかなと思います。相当大きい声だったんだね。そうなんだよね、結構大きかった。あー本当にくしゃみが出そう。誰か助けてもういい加減薬を飲もうと思います。思いますって、うん、ここがやばい。このここから下もうなんか鼻取りたいなはっ、 って取って、金曜日にご褒美やったー。一週間お疲れ様、よく頑張りました。たくさん休んでくださいね。土曜日曜は鼻取ろっか、取りたいよね、はあ、こうやったら鼻高くなりそう。本当にお鼻を洗いたいな。そう、もう早いよ。なんか寝るのまでちょっともうあーってなるから。じゃあランキングを読みたいと思います。13位が優しいおめめさん、12位 YMST さん、11位翔太郎、10位 OD さん、9位島風さん、8位フォールザトマトさん、7位ペネさん、6位内鉄さん、5位コマさん、4位九州の分さん、3位が FUNG さん、2位がムックさん、1位がアキラさん、ありがとう。じゃあまた明日の16時にまたここのショールームに集合いたしてくださいね。皆様いいですか、見に来れたら見に来てください。会える日が本当に少ないんですけど、同じ時間をたくさん共有するので時間あったら通知見て飛んできてください。約束です。またね。バイバーイ。